マヌエル・マルティネス・グティエレスは、スペインの元砲丸投げ選手。2011年4月に引退。現役時代から、画家、彫刻家、ミュージシャン、詩人など芸術家として活動する一方、俳優として映画にも出演している。本国スペインでは、マヌエルの一般的な愛称である、マノーロを使って、マノーロ・マルティネスと表記されるほか、スーペル・マノーロや、ゴリアテの愛称で呼ばれている。 2004年のアテネオリンピックでは4位に終わるが、マルティネス引退後の2012年に行われた検体の再検査により、金メダリストのユーリー・ビロノグがドーピング違反でメダルを剥奪されたために繰り上げで銅メダルを獲得した。1974年にスペイン北西部カスティーリアイ・レオン州レオン県のケントレオンに生まれる。2011年4月に引退。 体重はピーク時の 150kg から2012年2月の時点で 110kg にまで減っている。現役の砲丸投げ選手だった2009年にイタリア出身の漫画家ロレンツォ・マトッティによるコミックスティグマットを原作とした映画エスティーグマの主演で俳優デビュー。ありがとうございます。